はい、動画のご視聴ありがとうございます。電気通信大学研究設備センターの小林です。本年の産学関連系デーはオンライン開催ということで、このように動画によって設備などのご紹介をしています。こちらのビデオでは、当センター低温部門が供給する液体換材についてや、電通大の教育研究基盤の一つであるヘリウム液化システムについてご説明します。大学や研究所など教育研究の現場では、液体窒素や液体ヘリウムといった非常に低い温度の液体換材、低温液化ガスがたくさん使用されます。こちらの写真は液体窒素の例ですけれども、最近ではテレビなどでもデモンストレーションで液体窒素を見る場面が多くなった気がします。理工学の実験において温度をコントロールするということはとても重要で、特に極低温に冷却するためにこのような換材が使われます。例えば物性研究の分野では物質の温度を下げることでそれまで見えなかった新しい物理現象を発見したり新素材を開発したりしています。NMR やスクイドといった測定機器では超伝導コイルにより非常に強い磁場を発生させて物質の磁気的な性質を測定しますが、超伝導コイルの冷却には液体ヘリウムが使用されます。ちなみにこのスクイドは本学は依頼測定の精度を使って学外の方も測定が利用できますので、ご参考にしてください。また生物学分野の実験でも、飼料を液体窒素の中で保存したり、観察飼料の作成に液体窒素が使用されることがあります。機械工学の分野でも部品を液体窒素で冷やしてわずかに大きさを変化させて、微妙なはめ合いを作るといった使われ方がします。使われ方があります。このように、様々な理工学研究分野では、換材を利用した低温の利用が不可欠です。主に利用される換材は液体窒素と液体ヘリウムの2種類で、それぞれ温度が異なります。液体窒素はマイナス196度77ケルビン。液体ヘリウムはマイナス269度で 4.2 ケルビンです。液体窒素で十分な実験であれば、簡単に安く使える液体窒素を使います。しかし、もっと低い温度が必要な実験や、超伝導コイルで液体ヘリウムを冷やす、超伝導コイルを冷やす場合には、液体ヘリウムが活用されます。窒素は大気中に無限にありますが、ヘリウムは地下資源で、日本は全量を海外、主にアメリカや中東から輸入しています。政情不安定とか大きな製造プラントの故障などが起こると、世界的な需給のバランスが崩れて、日本への輸入が滞るといったことが起こります。そういうこと、いわゆるヘリウム危機ですね。いわゆるヘリウム危機が起こると、価格が非常に高騰したり、優先度が低い理工学分野の実験にヘリウムを売ってもらえなくなるということがあります。そういった事情やヘリウム資源自体が有限で貴重な資源ということもありますので大事に使いましょうということで、主要な研究所や大学などでは本学もですけれども、換材として使用したヘリウムの蒸発したガスを回収して、また液体に戻して再利用するという循環利用の体制が整備されています。これにより、価格も外から買う場合より非常に安く使用できて、研究コストも削減できますし、まあ、貴重な資源を大事に使うことができるということです。当センターの低温部門では、液体窒素と液体ヘリウムを学内で学外にも供給をしています。これにより研究基盤の充実に寄与しています。特にヘリウム液化システムは、国内でも主要大学や研究所にしか設置されておらず、多摩地区では本学のみに設置されているものです。こちらの写真は、液化機の本体の写真ですけれども、システムとして配管などが学内全体に設置されていて大きなシステムです。また、学内におけに限らず共同利用の施設ということで、学外の、東京農工大学にもヘリウムを供給しています。この場合、学外での回収ガスはガスボンベに詰めて運んでもらっています。これはヘリウム液化システムの大まかな構成です。実験室で使われて蒸発したヘリウムガスは、パイプを通して、このプラントに戻ってきます。で、一旦大きなガスボンベのような長尺カードルという容器に圧縮して貯蔵されます。そこから不純物を取り除いたりして、最終的に液化器を通して液体ヘリウムに戻されます。液体ヘリウムはまた実験室の容器に小分けされて、実験室で使用され、ガスはまたプラントに戻ってくると。こういう構成になっています。これ、例年なら液化システムのプラントが置いてある部屋で、実際に現物をご覧になっていただきながら、見学していただけるように、その中でご説明するということをしているんですけれども、本年はこのような動画でご紹介させていただきました。何かご興味惹かれたりしたことがあったりとか、何かお聞きになりたいことがあったりとかありましたら、お会いしまでお問い合わせいただければ対応できると思います。
この動画での説明は以上です。動画のご視聴ありがとうございました。